はい、では今回は絶対値が入った不等式で場合分けが必要になるようなものについて扱いたいと思います。括弧1からやっていきますけども、絶対値に関してはとにかく場合分けをねしっかりできるようにしていきましょう。この括弧1についても、この x プラス1という部分が0以上なのか、もしくは0より小さいのかね、という2つの場合に分けて考えています。それでまずあの状況はどういう状況かというと、中身が0以上、x プラス1が0以上っていう状況で考えています。x プラス1が0以上ってことは、まあ、要するにこの x がマイナス1以上っていうことになります。まあ、1を移行してってね、考えればいいですね。マイナス1以上。つまり今、x はいろんな値を取るんだけども、マイナス1というところより大きいところ、この部分について今話をしていこうってことです。この、四角で今囲ってる部分は、x がマイナス1以上の時の話です。この時の状況についてまず調べてみようと。で、この場合は、絶対値の中身が0以上ですから、これそのまま絶対値外してよいと。で、これ解いてあげると、x 小なり3分の1っていうことになります。で、今回は、今この四角で囲っている状況は、x が、マイナス1以上のという状況で考えているので、この3分の1より小さいっていう解に、この x がマイナス1より、マイナス1以上っていう解の、この共通部分を取ります。これでもあり、これでもあるところっていうのを採用します。つまり、x が3分の1より小さいって言われたら、これいくらでも小さい数がこの中入るんだけども、今この四角の中で考えている状況は、x がマイナス1以上ですよっていう状況なので、だから、マイナス1以上であって、しかも3分の1より小さいっていう、それに共通な部分を取らないといけないわけです。連立不等式と同じですよ。ね。共通な部分を取る。ということで、マイナス1以上で3分の1より小さいだから、3分の1はこの辺にあるので、マイナス1より右側にあるので、つまり、マイナス1から3分の1の間ということで、こういう答えが、このあの状況では出てきます。まずあの状況では、この部分が、解というふうに出てきます。この右側にはとりあえず解として、この部分が出てきましたと。で、その次、イについては、今度は絶対値の中身が、マイナスの時の状況を考えています。絶対値の中身がマイナスということは、x がマイナス1より小さい時っていう状況です。この場合は、絶対値の中身にマイナス倍して、これ整理してあげると、x 小なりマイナス5分の1というものが出てきます。今、このこっち側を考えているんです。マイナス1より小さいところで考えてあげると、x はマイナス5分の1より小さくないといけません。で、マイナス5分の1っていうのは、このマイナス1よりもこっち側ですよね。こっち側からさらに左側ってことなので、こっから左側で、かつ、この部分にあるものってことで、結局これはマイナス1より小さい部分ってことになります。だからこれ解いたけど、結局これはあまり効果がなかったわけですね。マイナス1より小さいところで、どういうふうになってるかなって調べると、マイナス5分の1より小さい部分って出てきたんだけど、結局今考えてるのがマイナス1より小さい部分だから、結局これ、解としては、マイナス1より小さい部分っていうのが出てくることになるわけです。ちょっと言葉ばっかりであれですね。今状況としては、マイナス1よりも小さいところね、x がマイナス1よりも小さいところを考えましょうね。で、この部分でしか今ね、ものを考えてません。で、解いてみると、マイナス5分の1より小さいって出てきたんだけど、つまりマイナス5分の1。マイナス1よりも右側、ここよりも左側、ね、っていう答えが出てきたんだけど、今、x 考えてる範囲はね、マイナス1よりも小さいところっていうのが前提だから、結局これはマイナス1より小さいところっていう、解が出てくるわけです。はい。そしたら、このあとイについて、それぞれで、状況をね、場合分けをして、アについてはこの範囲、イについてはこの範囲って出てきました。そしたら最後、この2つを、共通部分じゃなくて、これは2つを合わせます。ね。この部分とこの部分をその合わせて、マイナス1よりも小さい、または、マイナス1から3分の1の間。ということで、これは、マイナス1を境に、こう、範囲がつながります。こいつ何言ってるかっていうと、マイナス1よりも小さい部分というふうに言ってる。こっちね。で、このあのことは何言ってるかっていうと、マイナス1から3分の1まで。マイナス1から3分の1までということを言ってる。ということで、これ結局、3分の1よりも左側っていうのを全部表すことになりますから、x 小なり3分の1っていうのが出てくるわけです。ちょっとね、この共通部分と最後の、合わせるっていうのね、切り替えがね、ちょっとあるので少し難しいですけどもね。はい。はい、じゃあ、カッコ2もね、同じような感じでやっていきます。カッコ2は、
この絶対値の中身が、プラスなの、0以上なのかマイナスなのかで、場合分けをしていくんですけども、2箇所出てきてますから、3箇所のエリア、ね、あの X の値が3箇所のエリアについて、分けて考えることになります。まず X が0より小さい場合は、両方とも中身がマイナスマイナスですから、マイナス倍して出すことになります。でこれを解いてあげると X、大なりマイナス2と。で今回は、X が0より小さいという状況で考えていますから、 X が0より小さくてしかもマイナス2より大きいというのが、解になります。ということでマイナス2から0まで、これが、あの状況で考えた時の、解です。じゃあ今度イの状況で考えましょう。イの状況は0から2の間の時です。この場合は最初の絶対値はプラスで、プラスというか0以上で、次の絶対値は、マイナスということで、2番目の絶対値の方にマイナスをつけます。はい、でこれで計算すると X 小なり4で、 X 小なり4とこの大前提の、共通な部分を考えると、これ結局この大前提の部分しか残りませんから、 X大なりイコール Z、大なりイコール X 小なり2という形になります。ということで、E の解はこんな形で、同じような感じでですね、U についても考えてあげるとこうですね。はい、2以上の時は両方とも絶対値の中身が0以上ですから、そのまま出してあげて、これ解くと X 小なり3、 X 小なり3と2以上の共通部分を取ってあげると2以上3より小さいっていうのが出てきます。ということで、ここまで IU3 つ場合分けしたんですけども、最後にこの3つの出てきた解を合わせます。マイナス2から0ま で0から2まで、2から3までということで、結局これはマイナス2から3までという形でくっつくことになります。いいですかね。それぞれのこの考えている状況では共通部分を取るわけです。 X が0より小さいっていう状況で考えてこういう解が出てきたら、こいつと X が0より小さいを共通部分取ってあげる。でそれぞれの話の中では、場合分けの中では共通部分を取ってあげる。で場合分けが全部終わったら、それぞれの場合で出てきた、解を最後合わせると、ね、これは共通部分じゃなくてもう単純につなげるってことです。合わせるってことです、ね、それぞれの状況の中では重なっているところを、取っていくんだけども、全部場合分けが終わったら最後、出てきたものを合わせるという、作業をすることになります。はい、じゃあ今回はね、絶対値が入ったもので、場合分けが必要な、不等式の問題を扱いました、ね、少しちょっと考え方が難しいかもしれませんけども、場合分けになれるいい問題だと思いますから、頑張ってやっていきましょう。はい、それでは今日はこれで終わります。